はい、第9回目のシャイニングレビューのゲストは徳田選手に来ていただきました。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。今日もお疲れ様でした。まずですね、京都戦についていろいろお話を聞いていきたいなと思ってるんですけども、はい、振り返ってみて、勝ち点3を取ってきたわけですけども、振り返ってみてどうですか？その前節、はい、ジュビロにホームで悔しい負け方をして、はい、やっぱり1週間こう京都に対する思いっていうのがやっぱり練習でも現れてましたし、まあ、そういった、岩田戦の悔しさだったり、こうまた足りない部分っていうのを見つめ直した中で の、はい、京都戦で、まあ、もちろん勝負事なので、それが、勝つ時もあれば負ける時もありますけど、はい、そういった自分たちがやってきたことが、まあ、勝利という結果につながったことは非常に嬉しかったですし、こう順位をね、多分知らない方たちがあの試合見たら、もしかしたら長崎の方がこう上位にいるチームなんじゃないかと思うぐらいの、内容のサッカーをできたので、すごく僕自身も嬉しかったですし、チームとしてこうまた一つ、壁をこう破れたのかなと思ってます。はい、前回のシャイニングレビューで新里選手に話を伺った時に、はい、なかなかこう雰囲気作りができなかったと、岩田戦に臨むにあたって、うんうん、でこう敗戦したことによって自分とか特訓とかが、うん、若手とかの雰囲気作り、うん、チームの雰囲気作りを1週間やって、うん、京都戦に臨まないといけないんだみたいな話をしてくださったんですよ。うんうんうん、そういったことを言ってたんですけど、実際になんかこうアクションを起こしたっていうのはあったんですか？やはり僕自身は、まあ、J1 も経験してきた中でこう感じる部分は、やはりまだ長崎の選手、まあ、客観的に見てもそうですし、自分たち自身もしかしたら若い選手たちはこう J2 の選手なんだっていうイメージが、まあ、どうしてもあると思いますし、僕も札幌でずっと J2 で、その後 J1 昇格してセレッソとかも経験して、こうようやく J1 の選手っていう部分で、やはりそこってなんかこう見えないこう格というか、 J リーガーとしてなんかそういうのがあるなっていうのをこうちょっと岩田戦で感じてしまって、やはりやっとさんがいたりだとか、こう J1 でも活躍した選手がいる中で、こう知らず知らずの間にこうリスペクトしすぎている部分もあるのかなと思ったので、その辺はこう京都戦迎えるにあたって、まあリスペクトすることは大事だけど、しすぎることもないし、もうここまでこう松さんに変わってから自分たちができていることは証明できているので、その辺は若手にもこう常にこう自信を持って、でこのなんだろう、風格が変わればやっぱりプレーも変わりますし、それが結局自分っていう、 こう J リーガーとしての格を作ると思うので、その辺は例えば肘にしても、マイクマにしても、まだまだこう J2 しか経験したことないとはいえ、ここまで証明できてるっていう部分はこうおごるわけではなくて、こう堂々とプレーすることの大切さみたいなのは試合前だとかその週は伝えました。京都戦はアウェーだったんですけど、300人近くのサポーターが来てくださってて、そのなんかスタジアムの雰囲気で言ったらもう紫一色だったじゃないですか。なのであれ結構やりづらい雰囲気もあったと思うんですけども、そのサポーターが300人も来られてたということは、なんかこうやっぱり力になりました。そうですね、特にスタジアム行った方は、まあ、もちろん分かると思うんです。本当にめちゃくちゃ日本でもいいスタジアムだと思うんですよね。本当に一番近いところでもその壁ぐらいの距離感にサポーターの方がいて、まあ、なおかつそれがゴール裏にいるってなると、こう攻撃の時のコーナーとかもう目合いますし、まあ、僕結構試合中きつくなるとサポーターの方を見るんですよね。それはもう昔から結構自分がやる、まあ、癖というか、なのでそういってこうエネルギーをこの間の試合もいただきました。さっき集合写真の時に笑顔を撮りましょうっていう声掛けされてると思うんです、あれを始められた経緯と、あと新里選手の強調についてはコメントお願いします。あれ経緯はもともと僕も多分長崎の集合写真、まあ、真顔で撮ってたんですけど、350試合のメモリアルの山口戦か、嬉しくて子供とがなんか頑張って花束とか持ってきて、でそのままの余韻で
集合写真をなんか笑顔で撮ってたら、そしたら集合写真僕だけ笑顔だったんですよ。めっちゃ浮いてるなと思って、まあ、そしたらみんな笑顔になってもらった方がいいなっていうので、うんうん、ブラジル人にも言ってってなったらほぼコンプリートしたと思いきや、リョウはなんか固くなに笑わないスタンスを多分取るタイプで、で結局リョウ以外全員みたいな時があったんですけど、この間の京都戦はなぜかまたなんかマサルとサワーもなんか普通の真顔になっちゃって、なんかまた減ってるみたいな。それはそれで面白いですけどね、逆に2人だけ笑ってないとか。だから逆に本当1回亮に絶対笑顔にしてよって言って、亮だけ笑顔でみんな真顔みたいな、はい、それ次行きましょうか。そうパターンもいつかやりたい。それ行きましょうで、ここで決まってやったら絶対面白いだろうな。京都戦に勝ってちょうど前半戦終わりということで、まあ、ここからすぐ後半戦2試合かな、今月始まりますけども、はい、それに向けて、ファンサポーターの方々にメッセージをいただきたいというのと、あとはやはりご自身のプレーっていうところでもどういったところに注目してくださいというのを改めてもファンサポーターの方々にメッセージをいただきたいと思います。はい、はい、まあ、前半戦はこうなんとか、ギリギリのところでこう歯を食い縛りながらなんとか今の順位をキープできたので、まあ、ここからまた2試合やって中断なので、まずはこの2試合をチームとして全力で、勝ちにこだわり、そしたらまた中断期間で、前半戦の反省だったりまたよりこう伸ばしていける部分っていうのも、より積み重ねる時間はあるので、まずは本当この2試合に全てを、かけたいなと、思っています。で個人的にはやはりまあ、経験的にこう1チームでこう2桁得点の選手が2人か3人出るとやはり昇格できるなって僕は思ってるので、まあ、フォワードとしての責任としてもそこはそうですし、まあ、エイジ、僕、あともう1人こう中盤の選手でそういった選手が出てくることでもう間違いなく J1 昇格をつかみ取ることができるので、僕自身も数字にこだわりチームとしてもたくさん点を取って必ず J1 昇格したいと思いますので、最後の最後まで応援よろしくお願いします。ご自身も2桁ゴールっていうのを話されてましたけども、やはり徳田選手のこの献身的な守備もあるんですけども、やはり僕自身もゴールっていうのを見たいなと思ってますので、はい、ぜひ期待して頑張ってください。ありがとうございます。本日は徳倉選手来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、第9回のシャイニングレビューは徳倉選手に来ていただきました。まあ、やはりいろんな経験をされてきた選手ということもあって、自分のやるべきことっていうのをすごくこうチームに還元されてますし、それが今結果として、すごくチームの勝利っていうところにつながってるんじゃないかなというふうに感じました。まあ徳倉選手自身もおっしゃってましたけども、チームで10点以上2桁得点をする選手が 2,3 人いるチームは今昇格してるんだという話をされてましたので、まあ、エイジガル選手は今8点で、徳倉選手自身も2桁得点、後半戦に向けて2桁得点を取ってもらって、最後は自分昇格をつかみ取ってほしいと思ってますので、ぜひその徳倉選手の得点というところにも期待してもらって、次の試合、見ていただけたらなというふうに思ってます。まあ、まだまだ厳しい戦いが、続きますけども、熱くなりますし、選手自身も非常に辛い試合が続きますけども、これからも熱いご声援をいただきたいなというのと、またシャイニングレギュラーもどんどん続けていきますので、こちらも楽しみにしてください。それではまた。